コマオイのヘブンバーズレディオ。ヘブンバーズレッド第31夜舞台、朝倉可憐役芹澤優でーす。はい、同じく第31夜舞台、国見智役コマオイでーす。ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG ヘブンバーンズレッドを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。お、なんとそろそろ番組2周年記念の公開録音イベントが近づいてきているということで、あらあら、月末なんだよね。そうですよ。あ、もう6月です。お、じゃあ6月ですか。6月。まあね、AT1 プロデュース声優がね、はい、AT1 プロデュースヘブバーン声優が大集合するということでね、すごいドキドキです。そんなくくり初めてかもしれないです。私あんまりないよ。ないあんまりそのそうですよね、あ、でも確かにそのさ、でっかいコンテンツになったら、その中にいる AT1 声優とか、はいはいはい、まあ、あるのかもですけど、うんうん、なんかそういうね、うん、なんかこう、事務所でくくられるっていうのなかなかないので、でもね、それができるぐらい、あの、同じ事務所の仲間がヘブバーンで活躍しているということで、ありがたい限り、ありがたい限りでございます。感謝感謝感謝、はい、嬉しいな。嬉しいですね。そうでね、お、みんな気になってるでしょ、あの話。どの話？セリザワ会ですよ。芹沢会。いや、4月の末ぐらいの放送でさ、はい、こうメールがありまして、はいはいはい、2人でご飯に行ったことあるんですか、うんうんうん、みたいに言われて、行こうじゃあと、はい、言って、はい、行ったんですよ。行ったの。やったー。いやでも、はい、正直あれは芹沢会じゃなく高橋理恵会でした。そんなことあるよ。そんなことない。どっちの方が先輩だもん。でもほぼ同期な感じや。まあまあほぼ同期ですけど、うんうんうん、3人で行ったんですよ。そう、この2人プラス、はい、高橋理恵というね、その AT1 プロデュースの声優、はい、皆さん知ってるかとは思うんですけれども、はい、3人でご飯に行って、うんうん、でも私が海鮮好きっていうのをもう青い子が分かってるから、はい、お寿司どうですか、はい、調べます。予約してくれて、寿司屋を何時にここです。そう、全部そうアテンドしてくれて、そう3人で集まって、いやでも私はね、もう本当にすぐ和んじゃったのが、こう先輩2人で、まあ、一応葵子の後輩じゃないですか、はい、多分その何の話題を振ろうか悩んだんだと思うんだよ。何の話しようって、まあ、最初こうお通しとか来て、はいはい、最初に何の話するんだろうかなみたいになってたら、葵子がお二人はなぜ声優を目指したんですか。いや笑っちゃいけないと思うのに、かわいい。いや、そんなことない。いや、そう、もう面白すぎて超記憶に残ってて、一手目がそれか。すごいみたいな。だって事務所のインタビューみたいなこと言ってると。だってそんな、いやだってもう私からしたらやっぱり、うん、そのね、もう事務所の稼ぎ頭と言ってもいいお二人じゃないですか。いやいやいや、何言ってますの。目の前にドドンっているわけですよ。いやいやいや、でそれでもどうしようみたいな、そんななんか変なこと聞いてもあれだし、どうしようって考えた末に、なぜ声優を癒されたんですか。めっちゃおもろい。だから私 もう 100万回ぐらい答えたテンプレートの、とある好きな作品があってね、そこで平野亜矢さんを見て。でも確かに高橋が目指した理由とか知らなかったから面白かった、はいはい、やっぱ高橋はそうだったなぁ、うん、と思って、そう実際聞いてて面白かったしさ、そっから発展してったからよかったけど、所定がよくもう痛みを痛みうわみたいな、記事の人みたいなの来たと思って。そう、でもそうなんですよね、なんか、うん、あの誘ったんです。そう誘ったんですよ。そうで誘ってはいいものの、どうしようみたいな、その初手の会話のスキルなさすぎて、みんなどこから入るんだろうみたいな。でも分かる、すごい。私もやっぱそのさ、仲はいいけど仕事でめっちゃ絡んでるからさ、まあはいはい、プライベートどこまで掘り下げて良いんだろうかとかさ、すごい思っちゃう、はいはい、なんかこれあんま聞いちゃいけないかもしれないとかさ、思って、ね、だからこうだって、それ絶対聞いてもいい質問してくれる。
いやちょっとそれは答えたくないかなはもうないじゃん絶対ね。っていうすごい和んで楽しかったですよ。え、ま、ちょっといいですか。いいよ。え、アマミとも行った。アマミと行った時はどんな感じでした最初の。アマミとヒエダネネちゃんもどっちもヘブ版声優ですけど、はいはい、と3人で行った時は、うん、この野菜美味しいみたいな野菜みたいな、すごい最初ずっと野菜の話だってあの人たち野菜のバーニャカウダはい、はい、おかわりとかしてたからね。すごい、めちゃくちゃ2人野菜好きじゃんみたいなすごい健康的じゃん。そう、野菜ずっと美味しい美味しい言って、あでもなんかその冷えたねねちゃんはユニット活動もしてるっていう点でさ、はいはい、結構近くて私とそういうそのなんかこう悩みとか、はいはい、なんかリアルにどうしてますか芹沢さんみたいなこと言って、アマミはずっとみたいなあの顔空空顔すんじゃんみたいにその場にいた。ほらでもね、誰と言ってもなんか話が盛り上がるとかじゃなくても面白いなってめっちゃ思った。それさ、めちゃくちゃ笑える回とかもあればさ、うん、めちゃくちゃ真面目になる回もあるけどどっちにだっておもろい。でもあの回はすごいバランスよかったよね。バランスよかったと思います。ふざけてるパートもふざけてる後半すごい高橋理恵の大真面目、はい、大真面目エピソードすごかったよね。すごかったです。もうめっちゃ勉強になりました。あんな真面目な人見たことない頑張ろうって思いました、うん、すごいなって思いました。素晴らしかった。いい声優が集まった事務所ですね、はい、事務所です、はい、素晴らしい。どうぞプロデューサーよろしくお願いいたします。はい、それでは始めていきましょう。ヘブマンレディオ作戦開始。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りします。芹沢優斗駒葵のヘブンバーンズレディオ。改めましてヘブンバーンズレッド朝倉カレン役芹沢優です。国見智也役小川葵です。ではリスナーさんから届いたメッセージ紹介していきましょう。はい、お題名えんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃん葵ちゃんこんばんは。こんばんは。エネンドロイド国見智の予約が開始されましたね。ヘブ版のフィギュアは今までいくつか発売されていますが、うん、ネンドロイドの特徴でもある多彩な表情やオプションパーツなどが魅力的で、サンプルを見ているだけでも可愛すぎて早くお迎えしたくなりますね。今後残りの31メンバーも発売されてほしいですし、ぜひ全員並べて飾ってみたいです。わかる。特にカレンちゃんの表情の切り替えネンドロイドにぴったりだと思うので出てほしいですね。そうか、出るんだっけ。たた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 先陣を切らせていただきましょう。おたまさんが、いい、確かにおたまが一番まずネンドロイドっぽさあるよね。確かにマスコット的なねキャラクターでございますか。二等身感、はい、いや欲しい。これもう絶対に手に入れますよ。うわ欲しい。なんか揃えちゃう。ネンドロイドってさ他の作品ともあるじゃん。はいはい。だからその並べれるっちゅうんがええよな。いいですね、自分の演じた役とこう。確かに確かに、どっちもネンドロイドで、いつかもし最中が揃ったりなんかしたら可愛い表情、好きな表情をはめ込んでいいな。フィギュアさ全員31で出てたじゃん。あれどれで何で手に入れられてた。あれですか、 UFO キャッチャーですか。あ、いろんなところで、あ、そっか、会社でメンバーが違ったりとか。うわー、私カレンちゃんのフィギュア持ってない。あーですよ。まだ持ってる。タマタマ、いや、あの成功なやつ、あの成功なやつ、あのアッシュってやつね、はい、そう、あれあれあれ持ってた。あれでもね、あの見に行ったんですよ、この、うんうんうん、あの目の前まで行ってて、こうやって、お、すげーってこうやって見て、うん、それで、うん、でネットで予約しようって思ってそのままになっちゃった。私も今その話を聞いて、そういえば私もゲットしなきゃと思って、ゲットしよう、飾りたい。いいですよね。あれも全部並べたい。大変だぞ。全部並べたいな。まあでも揃ってたらかっこいいよね。いいですね。はい、続いていきましょう。こちら、はい、舞台名シンクロさん、ありがとうございます。芹沢さん、コカさん、こんばんず。レディオレディオ。ヘブ版のメインストーリーやメインイベントストーリーには、うん、ストーリーごとにテーマがあると思います。はいはい。僕が一番好きなのは五条前編です。あ、
皆さんはどんなテーマのストーリーが好きですか？まあ確かに過去ストーリーとか、はい、あと友情メインだったりとか、うん、そのなんかいろいろ確かにその様々なありますよね。どれだ？あーでもでもやっぱ私そのまあどうしよう、その具体的になるとあれですけども、なんか家族が絡んでくるような、はい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 、お話というんですかね。ちょっとなんかね、いろいろこう過去にちょっとわだかまりとかがあって、はい、ちょっとこうあってなったけど、あーそうだったなみたいな。わかりますよ、あれはもうそういうのたまらんで、ね、涙出るよね、はい、家族は確かに私も弱いなあとはなんか、はい、自分に打ち勝つみたいなやつ結構好きだね私はね。なんかこう自分一人じゃ解決できない自分のコンプレックスを誰かと一緒に乗り越えるみたいなやつ、ね、いい、ずっと明るい子が実はすごい暗いものを持ってるみたいないいやつ、うすこいい。ヘブバーは確かにそのイベントストーリーも出るからさ、いろいろな確かに種類のストーリーがあるんですいい話が多い皆さんで、まあ、でも選べないよ、でも全部いいんだ、うん、同じようなないしね、しかも繋がってたりするしね、確かにあれとあれのイベントストーリーがみたいな、すごいですよ。皆さん残らずやってみてください、お願いいたします、はい、ということでありがとうございました。では1曲お届けしましょう、はい、現在開催中の新ストーリーイベントに登場する楽曲です、うん、シーズレジェンドで闇夜の小町ヴァンパイア。
小川葵のヘブンバーンズレディオ。続いてはこちらのコーナー、ヘブバン常識曲。ヘブ版をプレイしている皆さんから私たちや初心者ユーザーにヘブ版の常識を教えてもらおうというコーナーです。はい。ヘブ版もアップデートを重ねていて常識も常にアップデートされています。はい。ゲーム内でお知らせがありましたが、高難易度クエストの維持層も仕様が変わりましたです。まだできるようになってなかったのに変わっちゃった。で、仕様が変わったそうで、常識が身につく前にさらに常識がアップデートされて常識ってすごいなすごいすごいなすごいですね。じゃあ、まあ今日もメッセージ読んでいきましょうか。ではいきます。舞台名えんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃんおいちゃんこんばんは。こんにちは。先日維持層がリニューアルされチケットがあればいつでも維持層にチャレンジできるようになりましたね。チケットは週1回獲得できますし、新アイテムでやりやすくなっていたり、バトルで入手できるメダルがアイテムに交換できるようになったりと、いろいろな要素が追加になりました。さらに新アイテム悠久のダフネはスタイルを大きく強化できるアイテムなので、ぜひ入手したいですね。へえ、欲しい、ね、欲しい。維持層は難しいイメージはありますが、うん、第5章まで進んでいるお二人なら最初の方はクリアできると思うので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。へえ、やってみようかな。欲しい、悠久のダフネ欲しい。スタイルね、初めて言ったでしょはい、初めて言いました。悠久のダフネこれいい。スタイルをどう強く大きく強化できる、強化できるね。もういっぱいスタイルありますからね。そうですね、たくさん必要だと思うんですけど、たくさん必要でございます。もう続いてこちら、はい、舞台名モナハさん。お二人はダンジョン潜ってますか？ヘブ版では主に強化の回廊と宝珠の迷宮があり、ダンジョンのボスを倒したり途中に落ちているアイテムをゲットして強化に使います。宝珠の迷宮は B50 まであり、長めのダンジョンでアイテム拾いが少し億劫になると思います。ただこのダンジョンとても親切で、次の回の最短ルートを進むと宝珠がゲットできるのです。一度最深部まで潜ることが条件になりますが、次からはオートで移動するだけなので覚えておいて損はないです。私これは結構言ってるよ。 B 何回まで行ってたかな。私も何回まで行ってたかな。何回まで行ってた。 B50 B あれってさ、どん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 さ、60、70、80と深くなってます？ずっと同じですか？あ、じゃあ50まで行ってんじゃない？え、すごい。一回行けるとこまで行くぜっつって、すごい行った気がする。うわ、行けた気がすんだが。じゃあもうあとはオートで。そうそう、なんとさ、あのさ、なんだっけ、エクストラターン取って、うんうんうん、できるだけこう効率よく回るみたいなのを、うんうん、そうそうそう見て、そう、あれはさ、ワープしてくれるじゃん。はいはいはい。だからちょっと近くに行って、うんうん、エクストラターン2個ぐらい取っとくと早かった。おお、いやすごい、次にやってた気がします。バランスよかったよかった。でもこれはね、うんうん、やっぱやった方がいいんだ。でも逆に強化の回廊は全然回ってないとこいっぱいあると思う。強化の回廊もいいですよね。でも、うん、必要なアイテムがね、うん、これはいっぱいもらえますから、やりましょうやりましょう。はい、では続いて、はい、舞台名ゆきまささんからいただきました。ありがとうございます。芹沢さん、小賀さん、こんばんは。こんばんは。ヘブ版ではホーム画面でアニメーション機能のあるスタイルを設定すると、うん、キャラクターの動く姿を楽しむことができますが、はい、実はプレイヤープロフィールでもアニメーション機能のスタイルを選択すると、うん、ホーム画面と同じくキャラクターが動いてくれます。え、プロフィール内のボタンで動きを止めることも可能。ただしセルフはなし。プレイヤープロフィールの実装後に一度設定して、そのままの方は意外と知らないかもしれないですね。なんだってプロフィール画面？プレイヤープロフィールどこだよ。あー、ある、ちっちゃい一マークある。はいはい、あ、ほんとだ。ここが動くようになるってことです。プレイヤープロフィールすごい。はい、私シリコイズナンバーワン私が中の人ですって書いてある。これ前みんなで決めてるんだけど、あまりにも頭悪くてびっくりしちゃったすごい、全部お気に入りメンバー朝倉カレンだし大好きじゃん。昔ここで絶対やったんだよ。やってる。きっともう昔すぎて忘れて、バカなプロフィール
ニヤニヤしちゃった。すごい、そこも動くんだ。そうなんだ。ちょっと今度やっとこう見てみよう。動く子にしてみよう、うんうん、赤ずきんカレーになっとるわ。はい、はい、ということで以上ですかね、うん、ありがとうございました。はい、引き続きヘブ版初心者に教えたいヘブ版の常識お待ちしています。お願いします。続いてはこちらのコーナー、ヘブ版パーソナルランキング。リスナーの皆さんの推しキャラが1位になるランキングをオリジナルで考えてもらおうというコーナーです。はい、大変久しぶりでございます。本当にそうだね、はい、みんな忘れてない？メール送るの忘れないだね。忘れないだね。でも来てました。はい、良かったです。ありがとう。安心。では行きます。はい、舞台名山屋さんからいただきました。あらま、出願校に東大医学部、京大医学部、慶応医学部と平気で書いていそうなキャラクターランキング第1位は誰なの？わかんない。アホなこと言う人、つかさ登場。つかさくんやっぱこのね、こう誰だろう、めちゃくちゃ頭いい子ってまず思うじゃん。思いますね。そっちじゃなかったのよ。なるほど、逆逆。でも覚醒していたらまあ全然受かるでしょうよ。うんうん、すごい賢いですから、うん、あれ覚醒の概念はレディオではセーフでしたっけ。セーフでしたっけ。セーフ。よかったよかったよかった。そう、なるほどな。なるほどね、だからそのテストの直前に覚醒すれば、うん、受かるかもね。確かに。すごい、いいな、そんな都合のいい、ずるいよね、都合のいいチェンジだよね。いいな、楽しそう、うん、では続いて、はい、舞台名その場しのぎのダメヤッティさんからいただきました。ありがとう。飲み会でのパワハラから守ってくれそうなキャラランキング第1位は確かに。めぐみんは言ってくれそう、確かに。そのだるいノリを打破してくれそう、うん、おいたまえのノリで、うん、はっきり嫌なことは嫌って言っていいんやでって。あ、言ってくれそう。泣いちゃうじゃんそんな。もっと飲めよ、もっと飲めよみたいになったら、もうおいたまえたまトマトマトマが飲まされていた。その場合怒られるのはトマでいいか。トマが飲ませていた。トマが飲ませていたかもしれない。いや、まあ、でも確かにな、ユイナ先輩は確かに飲まされてそう感ある。逆にね、逆に断れなくて、断れなくて、あダメですよ皆さん。そう、程よくですもん。程よく、ああいうの、ね、お互いが楽しいのが一番ですからね。はい、はい、引き続き皆さんの推しが1位になるようなオリジナルランキングをお待ちしています。ヘブンバーンズレディオ。ここでヘブンバーンズレッドからのお知らせです。6月7日11時より開催期間中1日1回無料で引くことができる最大20回無料アーリーサマーキャンペーンログインガチャが実施。そして現在開催中の情報です。はい、アイリーン・レドメインが活躍する新ストーリーイベント、アイリーン・レドメインの事件簿名探偵と森の魔女が開催中。紡がれる名誉と隠された真実、キャンサーが活発化した霧の森で紹介任務に就く 31X、 任務の最中アイリーンは魔女と名乗る少女と出会う。安全なドームではなく危険な森で暮らす彼女を不思議に思うが、魔女、魔女何なんでしょう、気になりますね、うん、また新衣装の SS スタイルとなる月下のハイド&シーク、アイリーン・レドメイン、美しきシャールドゥーラ、ブリチカ・バラクリシュナンがピックアッププラチナ型に登場中です。はい、以上ヘブンバーンズレッドからのお知らせでした。
ヘブンバーンズレディオエンディングのお時間です、さあもう行楽が差し迫ってきておりますね。そうでございますよ。でもねここはやっぱりもうすぐにでも芹沢会第2回を開催したいなって思っているところでございますけどもね。イベント終わった後にその流れで浜松町で浜松町でいいですよ。えいや教えてあげるか、カレンちゃんの演じ方どうやって叫ぶのか教えてもらうまあまあパイセンですから ねあじゃあちょっと言っときますね皆さんに。ラジオの分回し方教えてもらう開けときなよなんか予定入れんじゃねえぞ開けといた方がいいよ。まあでも店を選ぶのはやっぱ新座の田中じゃね入ったばっかやろ田中は最近入ったばっかやからさ店を押さえときなよパワハラパワハラじゃないですよあでもみんなと会えるのは本当嬉しいので、何が起こるか待ってばかりですけど、そうですね、なかなかないので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールはこちら hbr@joqr.net hbr@joqr.net です。番組公式 X もありますのでフォローをお願いいたします、はい、感想はハッシュタグヘブバンレディオでぜひポストしてくださいね、はい、ということでここまでのお相手はヘブンバーンズレッド朝倉カレン役の芹沢優と国見玉役の古賀葵でした。バイバーイ。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りしました。行くかどうか別として、はい、セリザー会がおったら、うんうん、何が食べるのが安定なの。でも確かに結構いますからね。そう大人数だとさ、あれはさ少人数だからさ、はい、みんな海鮮が好きだ寿司だみたいになってくるさ、うんうん、確かにそうだった。みんな何食べれるんだろう。でもなんかやっぱ焼肉って安定じゃない。確かに。でもさその後にさ大事な用があってさ髪の毛臭くなりたくないなっていう子がいる可能性とかもあるじゃんダメダメ、セリザー会がある後に予定を入れちゃダメですよ。いやそんなさ朝まで飲むぜスタイルじゃないかでもそれさダメダメダメ、それさ本当は魚苦手なんですって子が生魚無理な子とかいるじゃん。ああとかさそのもうほんと分かんないメニューとかも怖い。なんか一人だけさキュウリとか頼んでさ誰もキュウリ食べなかったらもうずっと優がキュウリ食べることに。いや気にしすぎ、大丈夫食べますから。ねいやもう怖い、大丈夫怖い、だからもうやだやっぱり行かない。あなんで行き行こうよ。